紹介していこうと思いまーす。はい、使うものはこちらの中身とこちらのこちらになんか作る説明書と、あとはこちらのおにぎりの型、そして使いたい人はお弁当箱、お弁当カップと、あとハサミ、水。はい、というわけでこんな感じの材料でやっていきたいと思います。それではレッツゴー。まず使うものはハサミは絶対使うので、こちらのお弁当箱をこの辺に置いておくので、はい、まずこんな感じでね、粉がバーって入ってます。めっちゃね、もうすごい種類あります。フォーク、普通はピンクらしいんですけど青が入ってました。で、こちら絞り袋。で、まず最初に作るのはブロッコリーなので、これとかはね、ちょっとこんな感じにしといて、まず三角カップを切っていきます。ちゃんとね、なんかパンダさんのおにぎりとかが作れるらしいです。はい、こんな感じの三角カップが切れたら、まずはブロッコリーを作っていきます。まずはトレー1に、こちらが1になります。1にカップ1杯の水を入れます。ちょっとこぼさないかどうか怖いんです。はい、こんな感じに入れられたらブロッコリーの素を入れます。あ、ちょっといっちゃった。こんな感じに切れたらブロッコリーの素を入れます。こんな感じに全部入れられたら、よくフォークで混ぜていきます。うわー、これは後で拭きます。こんな感じかな。こんな感じにできたら OK かな。よく混ぜられたら OK なので、こんな感じで OK とします。これをね、こっち、ティッシュで拭きます。これ何に使うの、面白い。はい、というわけで次はこちらのゴミはちょっとここら辺に置いておいて、次は卵焼きを作っていきます。卵焼きはこちらです。まずはトレー2は結構ね、でかいやつなんですけど、こちらのトレー2にカップ1杯の水を入れます。そしたら卵焼きの素、さっきみたいに同じ感じですね、やっていきます。ここがね、めっちゃ難しいんですよ。すごいいっぱい入れすぎちゃう。こんな感じにね、入れられたらこちらの卵焼きの素を入れていきます。手でいっちゃいます。はい、こんな感じバーって入れます。すごいレモンの匂いがします。はい、そしたら混ぜます。これもね、よく混ぜて平らにするそうです。そう、どうですか。お皿のやつがピンピンになってます。はい、こんな感じかな。トン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 、こんな感じにね、卵焼きのやつは OK かな。
次はですね、みんな大好きなタコウインナーを作っていきます。めっちゃハイテンションです。こちらですね、こちらイチゴの味だそうです。こんな感じで切りまーす。パンパカパーン。ですね、あ、待って、先切っちゃった。トレイさんにカップ1杯の水を入れます。めっちゃ怖い。こんぐらいかな。こんぐらいにできたらタコさんウインナーのとこに流し込みました。そしたらタコさんウインナーの元かな、これを入れたらよく混ぜて平らにしていきます。美味しそうで怖い。たらこみたい。たらこ、たらこ、やばい、めっちゃこぼれる。なんかすごいこぼれちゃう。これよく混ぜてって書いてあるんですけど、全然混ぜられない。壊れちゃうから。だから、はい、こんな感じできました。こんな感じでいいよね。はい、ってな感じで今やってたこちらの3個は全部3分で固まります。で、次はね、多分ね、みんな大好きだと思うんですけど、次はみんな大好きおにぎりをね、作っていこうと思います。はい、まずはトレイ4に、トレイをこちらのすごい一番でかいやつに、カップ2、はい、カップ2杯の水を入れます。はい、まず1杯目ギリギリチュンチュンパ。はい、次。はい、2杯目。はい、2杯入れられたら、こちらの、こちらのね、すごい散らかっててごめんなさい。こちらのおにぎりの素を入れていきます。これが一番楽しみだから、これはしっかりハサミで切っといた方がいいと思います。多分ね、すごいすごいすごい山盛りです。皆さん、ニュースです、ニュースです、山盛り事件が発生しました。はい、では早速ね、早く混ぜなきゃ、早く混ぜなきゃ。なんか粉パラパラ。もうちょっと、本当にちょっと水入れたいと思います。なんか粉がね、下にちょっとまだ溜まってんのよ。本当にこんぐらいだけ入れます。あ、すごい美味しそうな匂い、匂いがすごい、そうだね。あ、だんだんまとまってきました。おー、すごいすごい。どうしよっかな、今もつけちゃおうかな。これ、後での方がいいかな。で、次と、こちらが取れるんだね。はい、というわけで次は、もっと試食したいので試食します。美味しい。なんでもらえた。
めっちゃ美味しいです。ソーダの味。そしたら、多分ね、これ出た袋にこういうのがついてると思うんですよ。なので、まずはね、パンダから作っていきます。手で出して、ちょっとね、丸めて、ここら辺にポンって置きます。そしたら、まずはパンダの顔が完成。パンダの顔。まだね、この形だけなんですけど、まだパンダの顔とかもね、作るんで、本当に。あ、ってことは、ごま塩のイメージとかもね。ぴったり。ぴったりだ、ぴったりだ。なんかすごいこういうのも久しぶり。最近はねる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 してるんだ。はい、次。そしてこちらのごま塩、ごま塩のあれもここら辺にね、こういうのがあるんですよ。なのでこういうの入れていきたいと思います。こちらのごま塩の味なんだと思います？10秒間お考えください。え、あ、やべ、やっちまったぜ。ねえ、これどうすんの？こんないっぱい乗っちゃったよ。あ、もういいや、この中に入れちゃいます。なんか使いそうで怖いけど。まあ多分大丈夫。ここは多分使わないと思うから。ここら辺のはね、全部ここに入れます。パンダのお顔だ。はい、こんな感じね。まあ無事に。すごい解決方があれだったけど。こんな感じにね、荒れ果ててるけど。まあ、パンダのお顔さえ、うまくできればいいんですよ。現実はそういうものなんだ。はい。はい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 。OK です。はい。というわけで、まずはね、ちょっと、あとはあの三角のやつがあるので、三角のやつも作ります。ここにセット。できたら余りもあるんで、余りはパンダさんを作りたいと思います。あとなんかべちょべちょになります。これでを作ります。すごい。はい、というわけでこちらのパンダさんの顔をギューッとスタンプしていきたいと思います。これ顔なのか。これはなんだ。まあでもちょっと若干顔ですね、うん、若干顔になってれば OK なんです。はい。で、これ耳なんですけど、耳をジャグーンとつけて、黒ごままみれにして。あ、で、この味の答えなんですけど、このごまの答え。これはグレープ味です。味にしても美味しそうだな。はい、こんな感じにね、押せました。じゃ、パンダ完成です。うまっ！ティッシュ。はい、次は、もう一個の、こちら、これも、なんか、うまく顔ができるように、こうしてから、顔じゃなくて、
あ、でもちょっとこれもうまくいったのかな。いったね。うん、いった。なので早くジャブジャブしなきゃ。他の材料も作るんだから。もうこんな感じでいいです。こんな感じになったらポンってやって。ポンってやって OK。つけ。つかない。はい、こちらの三角形の部分を、こちらね、はい、のりをつけたら、これをここに置いておきます。はい、こんな感じにパンダさんとおにぎりさんができたら、次はね、唐揚げくんを作っていきます。でね、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 でね。あ、やばい、入れすぎちゃった。ちょっとね、粉が残ってるんで。この子たちを退治していきます。まあ、OK かな。そしたら、唐揚げくんを作っていきます。まず、トレーヨンにカップ1杯の水を入れます。カップ1杯でいいか。少なすぎちゃダメなので、しっかり1杯入れましょう。はい、1杯入れられました。いらないものはこっちに。さあ、行きましょう。はい、こんな感じで冷めたら、あ、ナポリタンじゃない、唐揚げくんの素を、こっちこっちで、やったらブイーン、こんな感じでやります。そしたら混ぜていきます。よくね、なんかすごいドブドブっとしてる。本当にこんなんで唐揚げできるのって感じ。これはね、なんかオレンジの香りがする。はい、こんな感じにまとまったら OK です。こちらも、まあ、こちらに置いておきましょうか。唐揚げくんです。本当は2個できるはずらしいんですけど、量が少ないのでこんな感じにしました。次は最後のナポリタンを作っていきます。またさっきの使ったものにね、使うのでちょっと綺麗にします。はい、拭いたらちょっとこちらにいただきましょう。なのでカップに2杯入れます。はい、まず1杯目入れられました。これにね、そしたらこちらのナポリタンの素を入れていきます。こちらを入れていきます。なんかこれ味はわかんないけど、はい、こんな感じにね、できたらフォークで混ぜます。
で、なんかすごいすごい粉がちょっとね、ブロッコリーにかかっちゃってるんだけど、それはそうとして、ナポリタンもね、こんな感じに完成しました。で、そしたら、でね、でね、でね、盛り付けもしなきゃいけないから、ちょっとそこら辺を出しておきます。あのね、あのナポリタンはちょっと今は置いといて、こちらにまあいろいろ、まずは唐揚げくんをね、ここにポンってのせます。で、あの、なんて言うんだろう、ナポリタンはグレープ味です。このね、卵焼きがあるんだけど、そこを折ります、折ります。はい、三つ折り卵焼きの完成です。そっか、そっか、なんかこれ揺らすやん、みんな。はい、ここにポンと置きます。こんな感じで開けたら、でね、次はこちらのタコちゃんウインナーを、取れない、タコさんウインナー、これどうやって取るの、どうやって取るの、あ、取れました、ウィンナー、ウィンナー、ウィンナー、ちょっと同化して見えないかもしれないけど、同じにウィンナーも完成しました。ちょ、顔がなんか描いてある、顔が、顔が。で、そしたら次にこちらのブロッコリーを入れます。よいしょ、なんか美味しい。はい、で、これパンダの顔だけ、顔だけをこちらにドン。こちらは普通のおにぎりをこちらにドンドン。はい、この顔がぐしゃぐしゃなパンダさん、ドン。で、黒いのね、こんな感じにできたら、最終のこちらにナポリタンを入れていきます。こんな感じにね、絞り袋に詰められたら、満員電車に詰められたら、結構ね、なんかなかなか集まらない。先っぽにあるので、これをね、ここに絞り出していきます。うまくできるんかな、なんか焼きうどん、すごい、てんてんてん、なんだろう、はい、オッケー。こんな感じにね、入れられたら、なぜかわかんないけどボリューム少ないお弁当の完成です。
というわけで、はい、というわけでこんな感じでね、こちらのなんかしょぼいしょぼいお弁当が完成いたしました。食べる動画は番外編にあるのでぜひ見てみてください。作ってみたいなと思ったらグッドボタン、いいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画見てね。バイバーイ。